はい、今日はですね、白帯の日本生のねテストの一部をねやっていきたいと思います。では最初に横四方からいきます。そこに言うサイドポジションですね。まず、相手のこの肩のラインと腰のラインを押さえにいきます。膝をなるべく相手にくっつけた状態でこの手で枕を取ります。こうやって下からをすくうことをね枕を取るっていうんですけども、こういうふうに相手の枕になるように腕を下から差し込みます。で肩が相手のほっぺたに当たるようにしてこっちの手は脇を取ってクラッチで、そのまま胸と胸を合わせて頭をつけます。はい、では次は崩れ袈裟固めですね。ここから腰を横に切ってこっちは脇を刺した状態、こっちの手で腕を引っ張って足をこのように広げます。であまり胸を反らさずに、これぐらいちょっと下を見るぐらいですね。これで相手を押さえ込みます。次は紙四方ですね。お腹を相手のほっぺたに乗せるようにしてこっちの手でズボンを使います。足を広げてこのように押さえます。次はニオンザベリーですね。ニオンザベリーは、膝を相手のお腹に乗せるというよりはすねをこういうふうに相手のベルトラインに乗せます。こっちの足は立てて、こっちの手は腕、こっちは腰を持ちます。次はマウントポジションです。こっちの、足は相手のお尻に軽くこう入れるようにして手はこっちですね、ここで押さえます。こういうイメージがあるかと思うんですけれども、これだとバランスが悪いので必ず手をついて相手のブリッジに、合わせて返されないように気をつけてください。最後はバックポジションですね。両足で相手の胴体を、捕まえてタスキといって、車のシートベルトみたいに肩の上脇の下でクラッチをしてこうですね。この足はこれは良くないですね。これだと、足をかけられて足首が決まってしまうので、この足首はクロスしないように。以上が白帯の日本戦に出てくる押さえ込みですね。押さえ込みの基本ね、知ってるとパスガードした後ね、しっかり押さえ込めるので、逆に、押さえ込みの形がわからないとねパスガードしてもすぐに逃げられてしまうので、練習してみてください。では次はクローズガードからの、締めをねやっていきたいと思います。